ラグビー日本代表は、ナイカブラ・マシレワのトライも、フィジーに12対35で敗れる。国内最後のテストマッチ。ラグビー・リポビタンディーチャレンジカップ・パシフィック・ネーションズ・シリーズ日本代表。12-35フィジー代表。5日、東京・秩父の宮ラグビー場。世界ランク12位の日本は、同10位のフィジーに12対35で敗れ、9月8日開幕のワールドカップフランス大会に向けた。 国内最後のテストマッチを勝利で飾れなかった。前週に同15位のトンガに21対16でワールドカップイヤー初勝利をつかみ、連敗を3で止めていたが、国内5連戦を1勝4敗で終えた。今後は15日に W ふもと大会の最終登録メンバー33人を選出し、26日に世界ランク14位のイタリア代表と敵地で最後のテストマッチに臨む。 フィジーが鮮やかに先制した。日本が攻めあぐねた後の前半4分、敵陣でパスを受けた、フィジーの CTB ナヤザレブ首相が約40メートル独走してトライ。そうボラボラがゴールも決めた。計3トライを上げて前半を21対0で折り返した。一方の日本は再び悪夢が起こった。7分に股関節の負傷から復帰し、今年初出場となった。 フランカー、ピーター・ラブスカフに東京米が危険なタックルで一発退場となった。敵陣10メートルのライン付近の守りで、ラブスカフにの方が相手 CTB ボティプの頭部付近に当たった。TMO 判定の末に審判からハイタックルとしてレッドカードが出された。観客のどよめきとともに、ラブスカフには厳しい表情でピッチを去った。 日本は残り60分以上を14人で戦うこととなった。後半もフィジーが先制。18分に敵陣でパスをつなぎ、途中出場の BK ロマニがトライ。一方の日本は28分頃、自陣22メートルでボールを持った CTB を田聡さ望み、埼玉がゴール前約3メートルまで走り込むなど、攻撃の姿勢を見せた。 31分に敵陣22メートル内のスクラムを起点に攻め、最後はボールを持った WTB ジョネナイカブラ、BL 東京がスペースに走り込み、トライを奪った。相手がハイタックルでイエローカードの判定となり、10分間の一時退場となると、37分に WTB セミ島市では、花園にもトライが生まれ、フィジー出身の日本代表コンビが躍動した。